今から約100年前、世界は大戦の渦に巻き込まれていました。その中でギリシャの港で起きた一件の出来事が今でも海外で感動の声を呼んでいます。それは日本人が見せた人道的な行動でした。当時ギリシャではオスマン帝国から逃れたアルメニア人やギリシャ人の難民が飢えや寒さに苦しみながら救いを求めていました。しかし多くの国の船は難民を無視して通り過ぎていきました。そんな中、一隻の日本商船が現れました。彼らは難民に食料や衣類を提供するだけでなく、自分の船に乗せて安全な国へと運んでくれました。この行動によって約1万人もの命が救われたと言われています。なぜそんな危険なことをしたのでしょうか。そして彼の行動はどのように海外で評価されたのでしょうか。今回はギリシャ、アルメニア難民を救った日本人船長の壮絶な物語とその感動的な海外の反応をご紹介します。ぜひ最後までご覧ください。イズミルはエーゲ海に面したトルコの大都市で、古代からエーゲ海の真珠と呼ばれてきました。イズミルにはエフェソスやペルガモンなどの世界遺産に登録された古代遺跡が数多くあり、歴史や文化に興味のある方にはぴったりの観光地です。またトルコでイスタンブールに次いで2番目に大きな港を持ち、ヨーロッパや中東、アフリカとの貿易の拠点となっています。イズミルの港は年間約1000万トンの貨物を取り扱っており、トルコ経済にとって重要な役割を果たしています。イズミルはイスタンブールと比べて物価や家賃、人件費が安いこともあり、日本をはじめとする外国企業が多く進出しています。特に製造業や研究開発の分野では、イズミルに工場や研究所を設置する企業が増えており、イズミルはトルコの産業の中心地としても注目されています。イズミルはトルコの中でもヨーロッパ寄りの雰囲気が強く、宗教的にも寛容な街として知られています。観光の目玉は海岸沿いに広がるコナック広場です。コナック広場にはイズミルのシンボルともいえる時計塔と、その隣に佇む小さくて可愛らしいモスクがあります。この時計塔は1901年にオスマン帝国の皇帝アブドゥルハミド2世の即位25周年を祝って建てられたもので、時計自体はドイツの皇帝ビルヘルム2世からの贈り物です。時計塔は過去に何度も地震に見舞われていますが、その度に修復されて今なお現役で時を刻んでおり、イズミルの中心部にある最も人気のあるフォトスポットで多くの観光客や地元の人が訪れています。時計塔の周りにはカフェやレストラン、ショップなどが並んでおり、活気に満ちた場所です。イズミルは現在静かで美しい港町として知られていますが、その歴史には激しい戦火が燃えた時代もありました。それが第一次世界大戦の終結後に勃発したギリシャとトルコの間の戦争、初位キド戦争です。この戦争は1919年から約3年間にわたって続きました。キド戦争の発端となったのは1919年5月15日に起こった出来事でした。ギリシャ軍はイギリスの後ろ盾を得て休戦協定を無視してイズミルに侵攻し、占領を開始しました。イズミルはギリシャ系、アルメニア系、トルコ系という異なる民族が混在する多様な町でしたが、ギリシャ軍の進駐によって民族対立が激化し、町は混乱と暴力に陥りました。一方トルコ側は国民運動を展開しギリシャ軍に対抗しました。そして1922年8月、トルコ軍はイズミルを中心とする地域に大規模な攻撃を仕掛けました。この攻撃でギリシャ軍は壊滅的な打撃を受け、敗走を始めました。9月にはトルコ軍がイズミルに入城し町を奪還しました。これによってキド戦争は事実上終結しました。しかしこの戦争の結果、イズミルに住んでいたギリシャ系、アルメニア系の人々は故郷を追われることになりました。また戦争中には民族間の憎悪が高まり、ギリシャ軍が撤退する際にはトルコ系の村落を焼き討ちするなどの惨事も起こりました。オスマン帝国というと
現在のトルコの前身となった国ですが、その領土はかつては中東やバルカン半島、北アフリカにまで及んでいました。しかし、その広大な帝国の中で、少数民族であったアルメニア人は、強制的に砂漠や山岳地帯に移住させ、虐殺したり、飢餓や病気にさらして、徹底的に弾圧しました。イズミルには、ギリシャ人やアルメニア人などのキリスト教徒の住民が多く暮らしていました。彼らはオスマン帝国の圧政から逃れるためにどうにかして海を渡って遠く離れた安全な場所へ逃げ出したいと願っていましたが、彼らには逃げるための船が足りませんでした。当時イズミルには連合国側のイギリス人やフランス人などの外国人も多く滞在していましたが、彼らはギリシャ人やアルメニア人などの難民を助けようとはしませんでした。世界の国々は悲惨な状況に陥った難民たちに対し無関心で、難民たちの人権や尊厳を無視していました。そんな中、唯一難民たちに温かい心を見せたのは日本の商船とその船長でした。彼はスミルナ港に押し寄せた多くの難民たちに対し自ら声をかけ、自分の船に乗せることを申し出ました。この行動は当時世界中から注目され、ノアの箱舟に例えられました。彼の勇気と優しさは絶望に打ちひしがれていた難民たちに希望の光を与えたのです。しかし商船は小型の船でした。女性や子供たちを優先して乗せるとすぐに船内は満員になり、これ以上は乗せられない状況になりました。すると船長と船員たちは驚くべき決断を下しました。難民たちを救助するために自分たちの貴重な積み荷である絹などの高級品をためらいもなく海に投げ捨て、その空いたスペースに難民たちを収容したのです。この行動により825名ものギリシャ、アルメニア難民が救われることになりました。トルコ軍が難民の引き渡しを要求してきた時、船長は人道主義の名を汚す犯罪者たちの要求に応える義理はない。この難民たちは皆日本の国旗の保護下に置かれている。彼らに少しでも触れたなら日本の国旗への攻撃とみなし、日本政府による介入が始まるだろうと堂々と言い放ちました。この言葉に圧倒されたトルコ軍はしょうがなく撤退し、難民たちは救われたのです。この時この場にはフランス人やイタリア人、イギリス人などのヨーロッパ人もいましたが、日本とは対照的でした。イギリス人はイズミルが炎に包まれている様子を眺めながら戦場でダンスパーティーを開いていたと伝えられています。フランス人は木の幹のまま逃げ出そうとする難民たちに対して船に乗るための運賃をふっかけていたと言われています。自分たちの安全や快楽しか考えていない、身勝手で非人道的な行動だと非難されても仕方がないでしょう。一方、日本の商船を何度も往復させて近くのレスボス島というギリシャ領の島まで難民を運び続けました。この時の難民の一人が後に回想録でこのように書いています。ヨーロッパの文明化されている国であるはずのフランス人やイタリア人、イギリス人たちが示した非人道主義と非礼を絶対に忘れない。そして日本人の船長が示した勇気と慈悲を永遠に忘れないと、この勇敢な日本人船長の行動はギリシャやアルメニアではヒーローとして称えられ、今でも長く語り継がれています。しかし日本以外の多くの国々ではこの出来事について知られていないのが現状です。それは当時第二次世界大戦の影響で全世界が混乱していたためです。この行為は世界中の新聞に大きく報道され、アメリカ人の間でも日本の寛大さと勇気を称える声が上がりました。時代が変わり、この話は忘れ去られていたのです。そんな時、ギリシャに留学していた日本の歴史の専門家村田奈々子教授がこの話の真相を探求し世に広めることにしました。1990年代ギリシャで学生時代を過ごした村田教授はその時に聞いたある話に強く惹かれました。それは日本人船員たちがギリシャの難民を救出したという感動的な話でした。近現代のギリシャ史の専門家である村田教授はギリシャの人々との交流を深める中で驚くべき発見をしました。それは多くのギリシャ人が
心痛いという日本語を知っていることです。なぜ日本語の中でも特にこの言葉を知っているのかと不思議に思った村田教授は、さらに現地の人たちと話をするようになりました。そこで彼女はイズミルの救出劇と呼ばれる出来事について詳しく聞くことができました。この救出劇では、日本人船員たちが難民たちに寄り添い、心が痛いですという言葉をかけていたということでした。その言葉がギリシャ人に深く刻まれていたのです。しかし村田教授は最初はこの話が本当に起こったことなのか疑っていました。なぜなら資料がほとんどなく、ギリシャの学者たちもこの話を神話のように扱っていたからです。村田教授は長年にわたってその真相を探ってきました。彼女はニューヨークタイムズ紙に掲載された当時の記事や、救出された難民たちの証言を集めた研究所の資料を見つけ出し、日本の商船が実際に救助活動に参加したことを裏付けることができました。しかし彼女が手に入れた資料には、救出の様子や日本人の勇気については詳しく書かれていたのですが、救出に関わった船の名前は一切記されていなかったのです。村田教授は知人や友人の協力を得て、日本郵船や防衛省に問い合わせをしましたが、当時の日本商船がイズミル港に寄港したという記録はどこにも残っていませんでした。村田教授は、このままではこの救出劇が史実として認められないのではないかと心配しました。調査を始めてから数年後の2011年、村田教授は偶然にも、当時のギリシャ史の中に、TOKEIMARU という文字を発見しました。その船の名前は東京丸でした。この船は日本の商船会社が所有していた貨物船で、トルコに石炭を運んできたのです。しかし東京丸の船長は港で見た難民の姿に心を打たれ、彼らを救うことを決意します。この船長の名前は道比佐蔵と言いました。彼は難民たちの命の恩人となったのです。この出来事は当時の日本ではほとんど知られていませんでしたが、2015年になって東京大学の村田教授がこの船の写真を見つけたことから、真相が明らかになり始めました。村田教授はこの写真が東京丸であると推測し、さらに調査を重ねました。その結果、東京丸がイズミルに停泊していたことを示す写真や、イギリスの海上保険ロイズの記録を発見しました。そして2022年には日本の海運雑誌から難民を救った日比船長の名前を確認することができました。村田教授の努力のおかげでこの救出劇が世界に知られるようになりました。2017年にはギリシャの映画監督ザフィリス・サモラダスがこの話に感動して「トーケイマル」というタイトルの短編アニメを制作し、ギリシャとアルメニアで放送され、現地の人々から高い評価を受けました。またギリシャの難民の子孫たちが作る団体が日比船長に感謝の気持ちを込めて日本大使館にプレートを送りました。日本人は自分たちとは異なる国や文化の人々に対しても思いやりや敬意を持って接することで知られています。その一例として、今回は日比船長の話をお伝えしましたが、これだけではありません。実は日本人は歴史上さまざまな場面で外国人を救ったり助けたりしたことがあります。その中でも有名なのがエルトゥールル号遭難事件があります。エルトゥールル号遭難事件とは、1890年の9月16日オスマン帝国の軍艦エルトゥールル号が日本からの帰路にある時に台風に遭遇しました。和歌山県の南端にある紀伊大島の沖合でエルトゥールル号は暴風雨に翻弄され岩礁に激突してしまいます。この悲劇で600人を超える乗組員の命が失われました。実はこの船にはオスマン帝国の特使が乗っていて、明治天皇に勲章を贈呈するという重要な任務を果たしていたのです。その任務を終えて故国に帰ろうとしていた時にこの惨事が起こってしまったのです。しかしこの事件にはもう一つの側面があります。それはエルトゥールル号の乗員を救出した地元の島民たちの勇気と優しさです。海岸に打ち上げられた乗員を見つけた島民たちはすぐに遭難事故が起きたことを察知しました。
彼らは一刻も早く生存者を助けるために夜も眠らずに捜索活動を続けました。海岸に流れ着いた乗員の中には重傷を負っている人も多くいました。島民たちはそんな乗員をロープで自分の体にくくりつけて高さ40メートルもある崖をよじ登り救護所に運びました。また海水に浸かって体温が下がった乗員を自分の体で温めるという行為も行いました。さらに彼らは自分たちの貴重な食料を惜しげもなく差し出し負傷したトルコ人たちに分け与えたのです。エルトゥールル号に乗っていたトルコ人は約650人と言われていますが、そのうち死亡者や行方不明者は587人にも上りました。しかし漁師たちの献身的な救助のおかげで奇跡的に69人の命が救われたのです。エルトゥールル号はもともと老朽化していた船で、航海中にはコレラが発生するなど様々な困難に直面していました。また台風の季節に入っていたため日本の海軍からは出発を延期するように忠告されていたのですが、トルコの使節団はそれを無視して航海に出てしまったのです。その結果悲惨な事故が起きてしまったのです。生き残った69人は日本の海軍の軍艦で有名な比叡と金剛に乗せられてイスタンブールまで無事に送り届けられました。この事件は日本とトルコの間に深い絆を生み出しました。しかし時代が変わっていく中で日本ではエルトゥールル号遭難事件の記憶が薄れていってしまいました。一方トルコでは今でもこの事件は忘れられることなく両国の友好の象徴として語り継がれています。日本人は敵味方を問わずに困っている人を助けるという善意や思いやりに満ちた行動をとっていました。今回紹介した日本の歴史のヒーローはごく一部です。これらの事例は日本の歴史の中にうずもれてしまっているものも多くありますが、私たちはその勇気と優しさを忘れてはなりません。日本人が戦時中に見せた人間性や善意は今もなお世界中の人々の心に深く刻まれています。それでは海外の人たちがどのように感動したかコメントをいくつかご紹介しましょう。日本人は本当に素晴らしい人たちだ。日本が大好きになったよ。これからも日本は世界中の国々と友好的で平和的な関係を築いてほしいな。日本人は困っている人がいたら迷わずに助けるという姿勢がすごい。日本人の行動力と思いやりには敬服するよ。この驚くべき行為は日本人が自慢することもなくひっそりとしているから、僕たちが代わりに伝えていかなければならない。日本人の謙虚さと勇気には感動した。今回はギリシャ、アルメニアの難民を救出した日本商船の話や、様々な国の外国人たちを救った日本人たちの話をお伝えしました。残念ながら海外では今でも人種、国籍、性別などで差別される人たちがたくさんいます。しかし私たちは皆同じ人間なのです。今の世の中は見た目や表面的なものに惑わされすぎているのではないでしょうか。日本は古来よりおかげさまという感謝の文化が息づいている国です。この言葉は自分の存在や幸せは周りの人や自然の恵みのおかげだという謙虚な気持ちを表しています。今回紹介したヒーローたちもこのおかげさまの精神から自分のためではなく他人のために行動したのではないでしょうか。彼らは目に見える報酬や名声を求めず見返りを期待せず困っている人を助けることが当たり前だと思っていました。目に見えるものだけを追い求めていたら彼らは行動できなかったかもしれません。本来困っている人を見過ごすことに喜びを感じる人はいないでしょう。海外の方々もこのヒーローたちの行動に感動したり尊敬したり学ぶべき点があると感じたのではないでしょうか。私たちも素直に感謝の気持ちを持っておかげさまの心で行動できる人間になりたいものですね。本日の動画は以上です。視聴者様からのコメントが動画制作の励みになっております。ぜひともご意見をお寄せくださいませ。ご視聴ありがとうございました。